松田正彦です。土曜日ですね、土曜日に納車してからですね、本当にもう充実というか、これほどの詰め込みようはないっていうぐらいにね、丸々2日間ちょっとこの GSR とともにね、走り回ったりですね、いろんなことを途中でこの動画をアップしたりとかね、そんなことをしてきましたけれども、結局ね、今回は僕は北の方にね走り出して、和田光さんはですね南の方に、和歌山の方に向かったということなんですけどね、これ今映ってるのはね、これ小倉池です。小倉池の湖底ですね。琵琶湖ほどじゃないんですけれども、京都の南にはですね小倉池と呼ばれるね巨大な湖がねこう広がっていたんですね。明治時代にね猛烈な干拓をしてですね農地にしてですね、今もその小倉池はなくなってしまいました、ね、で残ったのはねこの元湖底のこの真っ平らな広大な、農業地域、これが要は残っとるわけなんですよ。この真ん中にですね一応来て、これ今見えとるのはですね、大名神とかですね、第二京阪とかですね、あと何だったっけ、なんとかなんですけれども、なんだこれは、いやこれだからこれも相当朝方ですよ。疲れ切って休憩したんですね、景色について語るっていうのはだいぶ久しぶりやないかな。景色について語る、これはね要は必殺仕事人とかね、時代劇でよく出てくる橋してないですかね、欄干ついてない、ね、橋、流れ橋って言うんですけどね、流れ橋の近くですわね、有名ですな、有名です。必ずやたらと出てくる、やたらと出てくるか、皆さんも絶対目にしたことがあるはずなんですけれどもその橋もね、今はね撮影するとねこれらのね高架道路が後ろに映ってしまうというね、CG で消すしかないですけど、そんなとこですよ。これ VTR ですね、よう見たら VTR じゃなくて GSR、 GSR ですね、 GSR、 どこ間違ったよこれ、 VTR も俺欲しい欲しいってずっと言ってましたからね、VTR よりこれなんぼ安いんでしょうかね、10万円以上安いですけれどもね、今のところちょっとね不満がない、全てのパーフェクトと、今のところパーフェクトも気色いいっていうことでね、スムーズなオートバイっていうのがこんなにええもんやっちゅうのがね、なんかこう今のやつとか最新のやつに乗ってるっていう感じがすごいしてね、エンジンの回り方ももうスムーズですし、もうチェンジがねもう新車のくせにねもうぬるぬるのスコスコで入るんですよ。というわけで、最初はね一応60キロエンジンっていうのはだいたいその鳴らし運転せなあかんのですわ、大体新車の時はね、60キロで縛って走っとったんやけど、6分40秒ぐらいしか持ちませんでしたね、もうええわと思って、70キロだし、もうええわと思って気がつくと82キロぐらい出てるから80キロだし、そんな感じでねスピード感がないんです。スルスルスルーとスピードが乗ってしまうので、パッとスピードメーター見ると80キロ超えてたって感じでね、でも風の影響かな、風防の、風防も効いてます。上半身は完全に風当たりませんのでね、ヘッチンのね上半分をこうピャーッと流れていくっていう、なんか見た目以上にその範囲が広いというか、なかなかそうやねなんかちょっとだけ頭を伏せるともう風の、防御のプロテクトの中に入るって感じでね、で一応ね寒い、ものすごい寒い時に走ったんですけど、そういう意味じゃ割と寒さも防いでくれる、かなり防いでくれましたね。湯たんぽをね懐に入れて、実際はホット用ペットボトルですね、あそこにお湯入れて走ったんですけれども、てかもうハンドグラバーつけてやるな、ハンドルカバー、ハンドカバーもちろんですね、このハンドルカバーをつけた時点でねもうほぼ無敵状態になりました、絶対につけるよね、ほんとこれ
に勝つやつがないですからねこれね。ダサいとかなんとか言う人もおるかもしれんけどな。いやいや僕もそのうちの一人ですけどね。そうなんかい。いやこれ勝ち悪いでしょ。うん、勝ち悪い。寒さには変えられないと。寒さに変えられないですよ。それにね伊達を気取ってですね、うん、そのノーハンドルカバーで、うん、かっこいいレーシンググローブで走って、うん、手がかじかんでるやつ、うん、抜かせません。ハンドルカバーでこっちは繊細な動きをやってですね。なるほど。だからレーシングパスですよこれは。ちなみにハンドルカバーってどれぐらいするんですか。これは値段1000円ちょっとでしたね。ホームセンター高難で買いましたのでね。現茶用のやつです。現茶か、うん、全然合てないんですけどね、うん、まあつけてりゃいいんですよ、うん、なんとなく安心感があるようなね。そうそう。でね雨が降っても、ね、結局雨が降っても平気でしょ。あで寒さも防いでね、で純正で出してくれたら一番いいんですけどね。うん、まあ言うとね、まあ、オートバイメーカーもなかなかそこまではね行かないみたいでね、うん、そういうとこ突き抜けてほしいんですよ俺はね、うん、オートバイは趣味性の高い乗り物だから俺あれ大嫌いなんですよ。まあ俺も嫌いだ、俺みたいにほらずっと仕事でオートバイ使ってた人間とかね、通勤で使ってた人間にとってあれ言われるとね、うん、言葉は悪いんですけどね、うるさいわっていうのがすっごいあってね、うんうん、お前はそれ遊びで乗ってるかもしれんけど、まあ、こっちは仕事じゃとかいうのがあってね、うん、そういうのがあるんですよ。なんかそういうやつらをこう満足させるようなやつをそのオートバイ会社に作ってほしいなっていうのがあるんですよね、うん、まあ、そんなことはどうでもいいんですけどね、もうお前ええ単車でしたとにかく、うん、なんつうのかね、そのめちゃめちゃそのオートバイのエンジンをビヤーと回さなくてもちょっと回したぐらいのところで非常に気持ちよくヒュンヒュン回るというね。ほう、うん、で前回でそのビヤーと走って気色いいっちゅうオートバイとね、まあ、それが好きなんですけどね、うん、まあ、前回にはできてないですけど、うん、前回にした時にどれぐらい行ってくれるかなっていうのが楽しみなんですよ、うん、これは高尾さんとも言ってたんですけどね、まだやってないと、まだやってないです、さすがにね、もうちょっとして、まあ、1000キロ超えてねオイル交換してから、うん、ちょっと試してみたいと思いますね、うん、だから 100キロ以上のところでねどれぐらい頑張れるかと、うん、まあ、そのスピードじゃなくても、まあ、なんつうか3速とか4速でもですね、すり抜けギアっていうのが出てね、3速って、ね、4速とかがね、4速ですねやっぱね、うん、4速ですり抜けしてるとなかなかいいんですよ、うん、大概ね、これも4速で結構こう抜けていきましたけどね、これはすり抜けしやすい、すごいしやすいんです。ハンドルの位置が高いのでね、なんていうんですか、ちょうど当たらないんですね、車のミラーと。絶妙な位置であってね、で 前がよく見えるということですね。 でかいから当たるんかなと思ってた。俺も実はそれが心配やったんですよ、うん、でハンドル幅とかそのいろんな幅であかんかな、これは無理やろなと思ってたんですけど、何がね、うん、すり抜け特性はかなりいいという、ハンドルがよく切れるのでね、直接タイヤとつながっているという、うん、そうタイヤとつながって他のものがついてないというところがね、うん、その軽さが良かったですね、うん、あと特筆すべき点なんですけど、雨の時も走ったんですけれども、雨の時にねシールドにちょっとこう近づき気味にねヘルメットをこう下げるとですね、ある高さからヘルメットのシールドに下向きに水滴がどんどんさーっと流れていくというね、あれは良かったですね。雨に強いよこれ。あんなな、極端な画像送ってくんなよ。大雪。俺よ。やっぱり寒かったんよ。寒いよ。あれあんなひどかったよ。俺や、林道のや、林道のシーン見たときにな、これ終わった。中間も。手を冷たって、こんなやっててもよ、うん、動かんぐらい冷たってよ。うん、で、もうここそこら中冷たい。で、寒くて帰ろうと思って帰ってきて。高野山の手前までおってん。え485線どこ。あ、もうずっとだから反対側から登っていって、あれ結局あれやろ。いや、考えてることは分かんねえ。エンジンガードもエンジンガードもつけたし、店頭に対応できるから林道入んなよ。ちょっと考えてほしい。奈良市で
奈良市で、奈良市でな、雪のぬかるみの林道入んねや。で、送られてくる画像見て、あ、これあかんと、あの、グラストラッカーの時のこと思い出して、これ、あかんわ、思って。一緒やで、やることな。そうや、ほんで、もうコメントすんのやめて。俺が何べても無理や。ほんでな、こんなお前鳴らし打ちあるんか、あるんか、こんな。間違うとるよ。絶対間違うとる。全部ずるずるってんか。俺は綺麗に洗った。で、俺もやって洗う。俺は林道の泥ちゃうんだ。こんなとこまで羽が来るようなことしてへんねや、俺は。で、これプロテクターシールや。あ、そうか。そうか。かっこいいやんけ。エヴァ、小さいね、これ割と。もっと10、なんかこんなんやったね。ほんで、やっぱここやったわけ。あの、ボルトここに繋がっとった。でか、やっぱりアフリカツインやで。なんかぽいやろ。アフリカツイン。なんか、あの、背高いやろ。え、背高いやろ。ラック。ほんで背高いから、うん、よう見えるから、うん、なんか生きてしまうっていうのがすごいあるね。めっちゃ楽。何があかんかって言ったらやっぱ、うん、あのぬかぬかとか滑るな。いやだからそのぬかるみ性能であるとか雪性能であるとか一切考えられてないからで間違ってるってこういう。あ、うん、あのもう70キロすぐ出るやんか、うん、もう走出してたやろ。もうやっぱり勝ってけよ。そうやろ、俺クラスのなんか無理無理。俺のあれやろ、その鳴らしとかそんな俺追ってるやろ。80まで、85ぐらいが出たわ。出んねんって、こんなん。お前、そうか、まあ、この単車でやで、その何5000キロ、4000キロ、5000キロ縛りで走れるっていうのは、これもすごい忍耐力やろ。これはあのね、なんかそういうスムーズすごい人じゃなくて無理。なんぼでも出るやろ。で、メーターパッと見たらな、大体82キロだ。早く8000とか9000とかまで行きたいぐらいやろ。そうそうそう、せーねん。で、いや楽しみやろ。1万2000まで刻んだやろ、確かに。で、このおお、このおお、やっぱこれ一番やっぱこれぐらいまでな、この多分な、レッドゾーン、そうそう、これ10ぐらいからが多分面白いんじゃない。え、ちょ待って、え、1万7000ぐらいとどめてたはずやで、ね。もう7000も回した。いったやろ。ちょ、もう一回いっただけでも。まあほぼ6000キロだ。6000やったら80キロ出るから、ね。出てる出てる。あれ一番ええわ、気持ちいいわ。普通や。で問題は、うん、この6から、うん、そのまあ9ぐらいまで、うん、この10ぐらいまで。うん、これが楽しみ。シートを外すと、これがこういうふうに、で、ほんでこのボルト4つ外して、ほんで、このデートナーの、なんとキャリアをつけました。なんと。で、これが鉄ですね。これかなり丈夫ですよ。で、これがなんと、なんていうか、アルマイト。アルマイト。うん、あの、アルミのアルマイト仕上げ。かなりがっちりしたものです。硬いです。で、そしてそこにですね、新調したですね、うん、なんと、前のやつやな。ボックスツヤあるつ。ツヤが。ツヤなし。あなたの言いたいこと、あなたの言いたいこと分かりますよ。ここのツヤと、このツヤ違うじゃないかと。で、傷がいっぱいいってるじゃないかと。俺が言いたいんですよ。俺だって思ってますよ。でもなんと、このデートナーのキャリアに、この、ちょうど穴がぴったりこう、ボルトで。で、インシュロックと。でこれキャリアこんなんなんですよ、このデートナーの、うん、このキャリアに要はボックスをつけるんですね、うん、これがあの最新のあのボックスでしたっけね、うん、なんかこんな感じでね、うん、あ、ここになんかいいこと書いてませんか、うん、何何私はいつも安全運転を これもやりましたね、これね。俺のあれあそバーでもたれさせて倒してるの洗えるかな、いやもうあの今から洗車しようと言うんですけど、あなたの言いたいこと分かりますよ、うん、これがあるからガタッとこけへんと、やめてください。あの普通に洗いましょう今から。